昨日までの冷たい雨が嘘だったように静かな空、世界は僕らを見向きもせず明日を迎えに行くんだね。これから君にさよならを伝えに行くよ。最後の涙を拭って綺麗な思い出ばかりが浮かぶ景色から目をそらして、叶わないまま進まなきゃいけない、願った夢も破れたままで君の名前だけが欠けたページを一人で紡いで行くのかと。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、泉です。今回はですね、ちょっとお誘いいただきまして特別企画です。今映ってるトリトンオーディオフェッドヘッドという機材を今回はご紹介したいと思います。こちら簡単にどんな機材かと説明すると、こんなに小さいのにつけるだけでマイクの音量をグッと上げてくれたり、音質をめっちゃ良くしてくれたりするすごい機材となっております。詳しい話は後ほどご紹介するとして、早速使い方の説明と実際つけてみたらどれぐらい音が変わるかっていう検証をやっていきたいと思います。それでは早速始めましょう。じゃん、はい、こちらがトリトンオーディオフェットヘッドになります。では早速開けていきたいと思います。よいしょ、はい、中にロゴ入りの袋が入ってますね。持ち運びの時はこれに入れたら OK ですね。では本体を取り出してみましょう。はい、こんな感じですね。結構コンパクトでシンプルなデザインですね。はい、こちらおしゃれなロゴが入ってますね。結構レトロな感じで趣があるというか、持ってておしゃれに見える感じかな。で、今回取り付けるマイクなんですけれども、YouTube で他の紹介動画とか見てると今流行ってるマイクがあるんですけど、それを使って、検証されてる方が多かったなという印象だったので、まあせっかく僕歌い手なので、もう本当にライブとかでもよく使われるスタンダードなマイクで今回は試してみようかなと思います。今回は2種類のマイクをご用意しました。まず1本目はシュワの SM58、 ゴッパチってよく呼ばれるやつですね。そしてもう一本がゼンハイザーの E935。 こちらも歌手の方では使われている方が多いんじゃないでしょうか。 SM58 の方がスタンダードで、どんなライブハウスでも大体これが使われているかな。でゼンハイザーは結構サラサラした音というか、好んでマイマイクとしてお持ちになっている方が多いかなといった印象です。でもう一つ、今回ミキサーはこちらの配信で今よく使われているヤマハの AG06、 僕も配信でこれよく使ってるんですけれども、こちらの簡易ミキサーに接続して使っていきたいと思います。では実際に歌っていきましょうか。ちなみにこれ音量もすごく変わっちゃうんですよ。今これつけたまま喋ってたんですけど、もしこれを外すと、あ、テステス
こんな感じです。聞こえるかな？っていう風に音量がめちゃくちゃ変わっちゃって音質を比べにくいということで、今回は歌った後に音量のバランスを調整して、あと少しだけそのまま歌っちゃうとモコモコってしちゃうので、ローカットって言って低音の方は少し EQ でカットしてます。それではこれで比べてみましょうか。まずは手話の方からつけてないバージョンとつけてみたバージョンを聞き比べてみてください。ため息交じりのここに沈んだ日々を、なじるもさらうのも風任せ、ためらいほどされたまま灰になってく街に咲いた金銭花。ため息交じりの午後に沈んだ日々を、なじるもさらうのも風任せ、ためらいほどされたまま灰になってく街に咲いた金銭花。ため息交じりのここに沈んだ日々を、なじるもさらうのも風任せ、ためらいほどされたまま灰になってく街に咲いた金銭花。ため息交じりのここに沈んだ日々を、なじるもさらうのも風任せ、ためらいほどされたまま灰になってく街に咲いた金銭花。では次はゼンハイザーの方でつけてない状態とつけてる状態です。ため息交じりの午後に沈んだ日々を、なじるもさらうのも風任せ、ためらいほどされたまま灰になってく街に咲いた金銭花。ため息交じりの午後に沈んだ日々を、なじるもさらうのも風任せ、ためらいほどされたまま灰になってく街に咲いた金銭花。ため息交じりの午後に沈んだ日々を、なじるもさらうのも風任せ、ためらいほどされたまま灰になってく街に咲いた金銭花。ため息交じりの午後に沈んだ日々を、なじるもさらうのも風任せ、ためらいほどされたまま灰になってく街に咲いた金銭花。はい、いかがだったでしょうか。結構違いますよね。僕の印象としてはまずパワーが全然違うというか、どちらかというとつけた時の方がぐっと歌が聞きやすくなったというか、まあシンプルにあれちょっと上手くなったっていう感じに聞こえましたね。これ歌ってる側の感覚もあるんですけど、実際自分の声をモニタリングしながら歌ってるとつけてる時の方が歌いやすかったというか、なんか自分のイメージしてる歌声に近づくというか、比べる時になるべく同じように歌おうとしたんですけど、やっぱりつけてる時の方が乗ってくる感じはありましたね。ぶっちゃけそんなに変わんないかなって思って、なんかかなり細かくチェックしないといけないんじゃないかなとかいろいろ考えてたんですけど、全然そんなことなかったですね。普通にさらーっと歌ってもこれぐらい差が出たので、多分これ使い慣れたりとか歌い方の工夫とかしてったらもっともっと良くなっていくんじゃないかなって思いましたね。結構衝撃的でした。さあ、音の違いはこれで分かっていただけたと思うんですけれども、あとはこちらの商品で大事なポイントをちょっと説明していこうかなと思います。まずメンテナンスが少なくて済むみたいで、一生使えるように設計されてるみたいなので、実際これ一回買っちゃえばもうそれでずっと使っていけるというのはありがたいですね。やっぱりマイクとかを変えることになってもこれは変えずに済むと思いますので便利ですよね。でそんなに重くもないので、実際持って歌ってみても特に何もつけてない時と変わらず違和感がない感じではありました。取り付けるのも本当に挿すだけなのですごい簡単なので、
使う上でデメリットっていうのは特に感じなかったかなといった感じです。音量に関してはね、本当にめちゃくちゃ音量が出るので、実際さっきのヤマハのスピーカーは実はもうほとんど音量のつまみをいじってないというか、ゼロのポイントで OK だったって感じなんですよね。これが何もつけないでこのマイクを使っちゃうと結構上げないとダメで、最大まで上げてもちょっと音量足りないなっていうことがたまにあったので、それを考えるとかなり便利になった感じではありますね。マイク自体も結構離して歌っちゃってたんですけど、それでも音量は拾ってくれて、ノイズも全然入らなかったので、あまりマイクの距離とか気にせずに歌ったり話したりできるかなっていうのは、配信でもすごく便利になるかなとは思います。弾き語りの時もね、やっぱりマイクの距離って難しいんですよ。そういうのにもね、かなり便利かなと思いました。注意点として、こちらリボンマイクとダイナミックマイクの専用のものになりますので、そちらはご注意ください。というわけで、いかがだったでしょうか。実際に使ってみて明らかに歌声がパワーアップしてたので、僕は今後ずっと重宝していくんだろうなと思いましたね。この商品の URL はこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、もし気になった方はぜひチェックしてみてください。それでは今回はトリトンオーディオフェッドヘッドをご紹介させていただきました。最後まで動画を見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。泉でした。バイバーイ。